真相は闇の中だね。まあ言ってみましょう、もう一丁。まあただやっぱり同じタイミングで切れる人が多すぎる場合はやっぱクラッシュしてんのかな。あ、今日は娘としてたけど、あ、やっぱ落ちるときは落ちますな。うん、そうだね、落ちるときはね。なんかマップにこう行ったと思ったのにプチって切れちゃうのは、まあ、私も低確率だけど、まあ、なるから、あれは仕方ない、あれはね、治るといいね。どれぐらいの確率なんだろうね。なんか条件があるのかな。怖いね。あ、おっぱいで女の人だったら、もさ、そうだね、いないよ本当に。あのプロフィールで、あのおっぱいのなんか像にしてた女の人って何よ。男かなーってね、もう趣味丸出しかなーみたいな、巨乳好きかなーみたいな、あれかなーって、いないよね。まあ、女の子でもね、ギャルゲー好きとかね、まあ、女の子好きなね、女の子もおりますが、まあ、そうそうね、性癖はぶち負けていかないんじゃないかって。あれでは、あ、呪いがある。もぎてる？あ、いいね、いいね、いいね。いいもぎりだね。それがね、練習にしてないといいね。ルインかな、やっぱ。バーン。私ね、ルインだ。イェーイ。向こうだね。あっち行ったかな。ハゲがルイン解放。あれ、ピクちゃん。またかい。なんかでもオブセッションの方がクラッシュするのがやや多いような気がするから、なんか条件としてはオブセッションが担がれると回線クラッシュしちゃうんかな。ピクちゃんノーワンやんとさ。あー、デッドバイ。一人落ちると気づいてね。うん、クラッシュしてもね、その分発電機1個とかボーンってつくようにね、アップデートされるといいけどね。こんばんは、こんばんは。さーてと、でもやられてないね、ハゲがね。見つかんなかったんかな。でもピクちゃんだからさ、急に来るよ奇襲が。あ、切られた。ハゲかなあれ、近いね。あそこでぐるぐるチェイスしてたかな。あ、あそこにいる。トウモロコシ畑から、こんばんは。あれ、あっちまで行ったんだね。小屋の方でバレたかな。じゃあ小屋の方発電機いじってるでいいのかな。じゃあ私小屋行こうかな。ハゲがあっちかな。バレなかったってことだから、まあ、もし向こうでやれないんだったら、あと向こうにいるのかな。ハゲがそっちで隠密して真ん中家抜けてあっちまで行ったかなみたいな。そうだね、じゃあ私こっち側やろ。とりあえず逆トロバサミがつけられてない状態だったら、もうガンガン発電機回そうぜ。逆トロバサミつけられたら気使うからね、回せんけど。やっぱここやってたね。ここ寸止めぐらいとかかな、もしやっても。他の子も気使うかな。たまーに忘れるからね、忘れないようにしよう。うん、ほっ。あ、シロさん、こんばんは、こんばんは。あそこ近い子いるかな。あ、でも解放があるから私も行こう。シロ出動します。行ったれや、解放したれや。向こう側か、こっち見えないな。向こう側にいたかな。でもな、ピクちゃんだからしゃがんでて声してないって可能性あるな。そこの角っこの隅っこのところをしゃがんでたりしても気づかんがもな、その岩の影のところと。あ、オブセが揺らいでる。大丈夫か。大丈夫そうだね、チェイスしてるっぽいもんね。戻ってきたな、これ。いけ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 、無理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 。安全解放か、解放ってね。安全に脱出直せたけども、ちょっときついな。あ、ハゲこっちかな。ハゲ担当こっちかい。ちょっと寸止めぐらいにしておくか。またあの子救ってあげたいね。寸止めやで、寸止めやで、つけきらんよ。ここはやりきらんよ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、これぐらいだ。よし、行くぜ、救いに行くぜ。今回はすぐ戻ってくるから、ま、頭数減らしにやっぱ一人目はね、ぶち殺したい系ピックちゃんだと。
だこっちまで来てないってことは向こうからこう小屋の方までぐるっと行ってるかなってなると戻りは早いかもしれん。あそこだ、ナイスナイス。ただなあそこ寸止めだからな、別のやつ真ん中にいるな。これこの家なんか通ってたかな、別の発電機やろっか。であの子が解除したタイミングぐらい、あもぎりだ、イエーイもぎりやってる。そこあやってるね、つけ切らないといいけどな、音でバレるから。で別の子がタゲ取ったっぽい、ぽいぽいぽい。ちょっと小屋の方まで見に行こうかな。もしかしたらあのドワイトがね気使って回してんのかな発電機。ってなるとこっちの発電機は結構いてたから、お大丈夫か、頑張れよ負けんな。ここちょっとやってよ、私がもう片付け行くか。ドワイト向こうで、まあ逆トラバーサー見つけられた子はねやっぱ救出無理だしって、解除に必死。あええ自力行かないで、え自力じゃないよね、手挙げてるだけ、早よ助けろやっつってか。大丈夫大丈夫か、大丈夫か、直そうか、直そうな。逆トラバサミの子大丈夫かな、こっちもまだ戻ってきてないところ見ると追われてんのかな。でさっきの発電機もう一回やるか。あ宝箱だ、開けちゃおう。追われてるかな、解除しに行ったクルズくん負傷の子が。うーんそうだね、あっちで見つかったのかな。おっとツール僕ちゃん、あびっくりした、あれ逆トラバサミの子だ、さっき救出した子かな、気をつけてね。追われてんのかな、わからんね。そうどういう感じ、もうあとちょっとなんだよ、失敗か。あやられた、やっぱ逆トラバサミの子が狙われてた。でこれであの子出荷だから、えつけちゃうのいいのかい、よかった自分のメーター動かしたけども。あっちの方がねもうあとちょっとなんだよね、さすがに壊されたかな、やばくないかいそれ。逆トラバサミの子、私解放使いたい、あ来てる、私解放使いたいっていうね。ただなあそこに発電機回してもらいたいからな、逃げるんだったら向こうかな。ドワイトがね多分あっち、いや逆トラバサミの子の方を探しに行っちゃったかな。あでも解除できたっぽい、ぽいぽいぽい。で一応寸止めになってたから ここもつければあと1個っていうね。そこにいるね、そこに来てる、イエーイってね、イエーイスバッと。あ板がそこあったか、どうしようこっちの方に発電機固まってる、真ん中あるもんな。解放使えた解放使えた解放使えた、とりあえず発電機がねあんまないとこで解放使いたいな、気をそらしたいから。ピクシの逆トラバサミつけられるかな、ピクシの奇襲かい、奇襲かい、そっちか、届かんぞそれ、わーとるわい。ピクシの奇襲攻撃、イエーイってね。こっち板ある、板がない、失敗しても失敗してしもうたか、これ奇襲にこだわれ、奇襲にこだわれ、どどどどどこっち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 いける、白いける、おお8、おお8、おお8、ゲートがどこだった、知らない、 あそこで開いてる、ちょっと一旦こっち、こっちも開いてる、いけそうだ、イエ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 イ、ありがとう。でもわかんない、ノーワンかどうかわかんないからみんな気をつけられよ、脱出よかった、両方開けてくれててよかったけど、やっぱこっち側来てよかったね、解放使えんかったけど、まあまあよかったね、よかった。ピクちゃんあれくらいの距離のところだと奇襲攻撃当たんないんだよね、ちょっと動かれると当たらないってね。カート行ってね、右に行って左に行ってとかやると距離足りなくなるから、
なんか右回りか左回りかみたいなね、機種にこだわってくれてよかった。ありがてえ。私周りやったことあるけどね、相当読みが深くないと当たらないっていうね。でよく見えるところだったから機種攻撃まだ避けやすかったかな。よかったね、危なかった。絶対絶命かと思ったよ。かったわ。で奇襲攻撃失敗した時ちょっとスタンがあるからね、ちょっと長いからお助かりしました。チリ持ちだ。チリチリに不屈にルインに豚さん。まあルインが早かったからね、これが早かったから発電機回ったのと、あとはこう寸止め、みんな気使ったのがね、よかったね。そして、アルプス近藤さん、いつもスーパーチャットありがとうございます。シロさん、皆さんこんばんは、配信お疲れ様です。あ、自転車貯金に入金ってね、チャチャチャリンって、なんか自転車貯金用なあれだわ、貯金箱作らんという看板。私そろそろ本当にありがとうございます。アルプス近藤さん、スーパーチャットありがとう。そうそう、自転車貯金、そうだ、自転車があれば私サブウェイまで自転車で行けるんかな。サブウェイ最近行ってないけど、サブウェイのね、エビアボカドが好きなんだ。エビアボカドにしてバジルソースにするのがねお気に入りで、サブウェイはあの野菜多めでお願いしますって言うとね、無料で多くしてくれるからね、健康的よって。逆トラバサミつけられた生存者疲労効果か。あ、逆トラバサミつけられるとやばかったんだね今回。使用可能なジグソーボックス1個増加。あー、なるほどね。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。